見たよとか買ったよって言ってくれたりとか、なんか、こう記事に取り上げてもらえたりとかしてすごく嬉しいです。石川県から、毎回東京に通っております。宗教団体で、私が歌って踊って、そしてお客さんが京都としているんですけど、まあ、女神の布教活動をみんなで一緒に行っているという感じです。卒業旅行に行くんですけど、それを両親に内緒で行っちゃうっていう、内緒が秘めた、内緒が詰められた内容になってます。なんかホテルなのかなに、トレーニングするルームがあって、そこでトレーニングをするシーンとかがあったりとか、お風呂のシーンで、お風呂も洗うシーンがあるんですけど、その時になんかこうなぜか全身を使って洗うので、お風呂を、お風呂はい、なのでそこが結構セクシーに映ってるんじゃないかなと思います。秘密を握られてしまっているので、そのまた違うドキドキやワクワクがあります。近所の子供にそのお話を聞かれちゃうっていう、それで私がお姉さんで、近所の弟、子供にお姉さん目線の一面もあって、その後はその彼氏と旅行に行く彼女目線のシーンとかがあります。やっぱり東京の方が人口も多いので、お客さんのこうオタクっていう部類の数がたくさんいます。そうです、これはミサの時にも、はい、装着してます。はい、大丈夫です。はい、これオリジナルになってて、はい、ポーズはこれです。ジオはじゃあそれで目線ください。はい、僕は生きる希望やこう仲間の大切さを教えてくれるところが魅力だと思います。またの